い、クジラクジラ。なんだね。テクノボーでおなじみのラウールいんじゃん。いるね。この夏公開の映画「ハニーレモンソーダ」の主演じゃん。そうだね。どうやらロケ地は神奈川県の藤沢市を中心に行われているみたいね。そうなの？目撃情報とかあるの？それもだけど、エキストラのバイトでうちの妹が参加したんだよ。妹さんはもう医療少年院から出てきたんだね。それは誰にも言うなって。そんなラウールだけど、監督にブチ切れられてるみたいね。え、どうして？どうしてって映画の監督はSnowManの YouTube と違ってガチだから。ラウールはプロ意識が低いから怒られるのは初めから分かっていたんだけどね。低いんだね。でも監督もここまでひどいとは思っていなかったことがあったみたいなんだよ。どんなこと？演技だよ。演技のどの部分？どの部分も何も純粋に演技が下手すぎたからだよ。そんなに下手なの？監督は下手すぎて「佐久間と変われ!」ってブチ切れたみたいよ。途中からは変われないからね。というわけで、この動画ムカついたら低評価ボタンを押してね。うち低評価だと嬉しくてね。